さあ、橋本氏はラジオネームラインにニュース参加いただきました。あっぱれ月曜の男性の皆さんは丸坊主にしたことありますか？20年生きてきて僕も丸坊主の経験がないのですが、これからもきっと丸坊主にすることはないと思います。男の人ってどれぐらい丸坊主の経験があるんでしょうか？翔太くんは丸坊主の経験はありますか？ということです。あるある。意外。何？遅刻？違う。今もう罰ゲーム的なものじゃなくて、普通に小学校3年生の時に、そろばん習ってたことがあって、で、そろばん習ってる間は坊主でした。なんで？そろばん習ってる間？テニスじゃない？別に坊主にせんでも、弾けるで。別に。でもな、僕も坊主にしたきっかけが全く分かんないんですけど、そろばんは坊主やってそうですね。それ自主的にじゃない、坊主にしろって言われて坊主になってました。そろばん塾がみんなそうやったの？いや、みんな髪の毛長かったですよ、男の子も。誰に言われたの？分かんない。分かんないんですよね。その当時の写真とかあんの？あります、あります。あ、面白い。のしなよ、どんかのパンフレットに。でも頭の形良さそうだから。本当ですか？似合う、似合いそう。今も似合うんじゃない？うん。やってみようよ。だって僕。今週いける？マックとかそんなんじゃないから。でも単発のイメージないじゃないですか、僕。ないです。そうね。でも、高校生の時も単発でワックスで立ててたりしてました。へぇその写真もあったりとかしました。あ、そうなんや。ありましたよ。それ見せたことあるの？ファンの皆さんには。高校生の時のを見せたことがあります。坊主はないね、まだ。坊主ないですね。めっちゃ見たがるんじゃない？本当ですか？皆さんやってました？坊主。僕、やりましたね。ちょっと薄くなってきたなって時に一回坊主にした。そしたら、20代前半の頃ですけど、坊主にしたら、前が結構薄いことに坊主にしたら気づいたんですよ。で、すごい短かったら気づかないんですけど、ちょっと生えてくると、すげえ M の部分がすごい。生え際が。ラインみたいな感じで出てくるね。ラインみたいなね。そんで、そっからなんか、マッキンキーに染めたんですよ、坊主で。はいはいはい。小松さんみたいに。そしたら、どん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 頭頂部の方が剥げてって、もう隠せなくなってきて、黒い粉に食べられました、最初に。金髪の時期もあんねや。金髪もありました。そうなんや。あるの昔言うてたよ。なんか、親戚のとこ行って、あんた坊主が似合うで、って言って。ああ、小学校の時。小学校の時。その坊主の響きが、カタカナの坊主じゃなくて、なんか、ローマ字の坊主の響き。坊主みたいな響きやってて。めっちゃかっこいいやん、坊主って。スピーカーの坊主みたいな。あんた、新谷君、坊主にしておいで。坊主。坊主や。坊主に。かっこいいな。おもちゃ1000円もらって坊主にしとくわ。そやろ、坊主やろ。坊主。座った途端にバリカンにギーンってやったら、うわ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 って。坊主これが。ええやん、猿みたいになったわーって。おもちゃゲラゲラ笑うっていうのはあったね。響きがローマ字、ローマ字それかっこいいっつって。聞いたことなかったから、坊主って。僕は部活やってまして、で、サッカー部だったんですけど、同じ部活のやつが、タバコを吸ったんですよ。で、それ学校にバレて、で、もう先生が怒って呼び出して、で、みんな丸坊主だってなって。連帯責任や。連帯責任。全然関係ないんですけど、丸坊主にして、次の日に行ったら、みんなスポーツ狩りだったんですよ。俺が丸坊主で、俺がタバコ吸ったみたいな。違う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 。全然。行ってもうただけや、言うて。それはありましたけど。なんか、髪質変わりましたね。あ、わかる。太陽に当たって、地肌が。地肌が。で、なんか、直毛だったのが、くせ毛みたいになりました。変わりました。なんか、そのために坊主にする人もおるってな。髪質ちょっと変えるために。一回剃るぐらいね。ダリオは？ないです。あったら出家やもんな。ないか。そうですね。山田邦子さんやないんやから。